まあ、地球上のあ、まあ、大げさに言えばあらゆる土地はやっぱりそこにいろんいろな人たちが住み着いてそこで生きていくためにものすごい苦労をしていいる場所ですでそこに、えー、いろいろなこう価値はの高い低いはないと思いますねそれぞれの場所でみんな苦労して生きてきてで今それがそれぞれの場所で生きているのが重要だと思わなくて。 やっぱりその非常に大都市っていう中で効率的に生きていけるというふうに思ってる人たちがいたんだけどもこれはやっぱりちょっと危なくなってきたそうはいきませんよっていうのがこの間いろいろ分かってきたことです。だけれどもそれぞれの地域の人たちはやっぱりこのまんまではダメだと人が減って土地が荒れコミュニティも崩壊し生きてると。で力を失ってきました。だけど なぜじゃあそこにアートがすごい元気になってアートがいろんな形でそういうところに出てきたかっていう理由はこの地域の本当の資源資源の一番大きいものは食べ物とか生活ですがもう一つ大きいのはそこに流れてきた歴史ですで。これをを見せるための作作品をアーティストは作っていますねつまり自分の作る作品が目立ちたいわけじゃなくてその風景の中で。 この作品があることによってその家とか風景が際立つような仕掛けを作ろうとしているでこれが場所の発見になっているで人の土地に物を作ろうとするわけだから当然反対が起きますだけれどもその作品の仕掛けが地域に対する敬意を持っていたりやっぱり地域の人にとって喜ぶような何か資産っていうかこの土地の力を明らかにしてくるもんならば やっぱり理解をしてもらうことができるし、それだけじゃなくて地域の人が手伝い出します。で、手伝い出したっていうことは、その作品がアーティストだけじゃなくて、自分の作品にもなるわけですね。この喜びは大きいし、来る人に対して説明することができる。これがいい形で循環していくわけですね。で、これが後の持ってるものすごい大きな働きです。 でそれはもう一度整理しますと土地の地域の宝物の発見で地域の材料とかを使って人と地にものを作りますから共同作業がそこで成立するでそれを人に説明するっていう過程も入るでこの循環がやっぱりあの,アートのもう決定的な力です、ね、まあ簡単にはそれだけですけどねはい。 まあ、その。この地域はどういう地域かともう一つ言いますと。人口三万人以上、つまり集団的に農業をやっている地域としては、世界で一番雪が。多い地域です。で、一番低いところでも十年間の平均が二メートル七十の。積雪ですから。まあ、十メートルは降ってるわけですね。で、まあ、そういうところで、まあ、農業をやるっていうのは相当。珍しい話です。 つまり稲を作るためには、えー、1年間で100日お日様がないといけないわけですがまあ本当にそういう意味では非常に厳しい場所ですが日本で一番お米を作ってうまいお米を作ってきた地域なわけですね。でだけれども日本はその近代になって、えー、都市に若いものが流出する。で、えー、途中から今度は農業はやめましょう。で えこう今までは頑張って多くの人を受け入れてえ日本のいろんなところに米を輸出してたわけですがまあ,そのまあその米は効率が悪いしもう他の国とバーターすればいいんだから米はやめましょう。で山の奥にまで田んぼを耕してた人たちはもうそんなとこまで道路を作ったりあるいは補修したりするの嫌だから町の中に来てくださいという言い方をしだした。 例えば人がいなくなって空き家がある普通だったらただの空き家ですがこの地域は例えば今年来年あ今年去年で言えば年に10回近く雪下ろしをしないと屋根が穴開いちゃってペンペン草が屋根から生えてくるっていう地域ですでそれの。だけどそれを畳むのもお金かかるからそのまんま都市に出ちゃう。でこれはマイナスの資産ですね暴れになりますから。でもそこに これはでも真真実は真実はだこのの地域の特徴を表してるわけですねでそこにアーティストとかその建築家が手伝いに入ってそれを非常にあの見るべきものに変えるならば来た人はその作品も素晴らしいそこに場所に何かいい力を与えてるっていうふうに感じると同時にその作品が見せているこの地域全体の いろいろな歴史だからまあそういったことは窒素が来て初めは地域の人は反対するわけですから何でそんなことがこんな地域に役に立つのか。だけれどもその地域の本当に特徴っていうのはこういうもんだこんな雪国の中で頑張って田んぼをやってきたのはすごいなと。 でそのためいろんな工夫してるなっていうことを見つけてくれるわけですこれは本当に素晴らしいことだとアーティストは思ってそれを分かるような作品を作ってくるでその時にやっぱり自分,自分の場所でやるわけですからそこの地域の人は手伝いますねその仕事に。手伝った瞬間ににそれはアーティストだけのの作作品品じゃななくて自分の作品にもなるで人がみんな見に来る時にそのどうやってこの作品を作ったか。 だけでははなくてこの地域はどうやってて生活してきたかを話すでそれはやっぱり素晴らしいことですからそれをしゃべることによって自分の土地に自信を持ち出したでこれが一号つまりで行われているそれぞれがおそらくですね今まで美術史上のいろいろなこう変化っていうのは今回の まあ、私たち日本にいるせいもありますがただ多くの人たちが、まあ、広島長崎も含めて、まあ、今回の震災を含めてやっぱり本当にどうする文明ってどうなのかとでその時に、まあ、そういう問題を考えるあとやっぱりいろんな世界の人たちが割とつながりながら作業をしいろいろ考えていかない一緒に考えたりしないとやっぱりもういろんなことが立ち行かないという感じは 思い出ししたような気がしますね、うん、でその時にアートが持っているネットワークっていうかつまりアートっていうの,のは最高とは言わないけれどもやっぱり15万年前からの人間の一つの人間は一人一人の人間は到達点ですよね、うん、高い到達点かどうかは別にして一応到達点だと。うん、でアートっていうのは一人一人がみんな違うだけど到達点にいるんだと。 だから一人一人が大切だっていうことを唯一持っているジャンルなんです、ね、まあ音楽とかスポーツも入れてもいいかもしれないけど、うん、つまりアートだけなんですよ人と違って褒められる、うん、他は正しく早くやらなきゃ褒められないわけですね数学とか会社で何かやると。だからアートっっっってててみんんな違っていいんだってやっぱり 人類って大変だけどやっぱり一人一人がやっぱりそれぞれの到達点だっていうことを表しているものなんでそこがなんかこう,こういうような文明の岐路みたいな時にすごく重要な働きをするんだというふうに思ってますねううでそういう意味で何か今回のオーストラリアのハウ,ハウスオーストラリアハウスのまあ設計コンペティションとかそういうのが何か生きてくるといい,い,いと思いますけれどもね。 性格的な意味でオーストラリアと日本というのは北半球と南半球の違いはあは極めて似ているんですね現代の政治的経済的な中でもアジアとアメリカに囲まれているでそういう中でどう生きていくかってグローバリゼーションの中でどう生きていくかっていうそういったある親近感はあったけどもう一つやっぱり、えー、その2000年頃にオーストラリアはアボリジニに対しての政策の変換をやり出す でアポリジニーのアートっていうのを非常に大切なものとして扱い出したそれに対する僕らは共感が極めて高かったでその2つの理由でオーストラリアと非常につながりながらいろんなことをやりたいと思ってきてそれが現在までもつながっている大きな理由ですね。うん